これはね、僕は画期的な判決じゃないかと思うんですよ。あのそれまではもう何十年前からね、新聞社の押し紙はもういろんなところで、みんな言ってました。それは実際ありました、うん、まあ、今もあると思うんですよ。あの例えばこれなかなか数字は分かりませんけど、朝日新聞なんかはもうさ、あの発行部数の3割近くが、あれ3割前後が、押し紙やという説もあります。これは実は詐欺なんですよ、広告主に対する詐欺なんです、うちの新聞はこれだけ発行してるんで、広告料はこれだけいただきますよ、こんなに少ないなら広告料下げますよって話になっちゃいますが、これ詐欺なんですね実は、大変な構造なんですよ、でもこれは、あの昔から言われていて、言われてるだけじゃなくて本当にありました、新聞販売店の親さんたちはみんな嘆いてるんですよ、売れないのに買わされるんですよ、しゃあないからもう捨てる、捨てないしゃあないんですね、でこれが確かね、僕この判決をしっかりまで読んでないんですが、確かね、判決文の中に、ね、あったんじゃなかったかな、あの、押し紙というかな、余分な部数はね、認められるのが 2% かなんか数字じゃなかったかな、つまりあのやっぱり新聞って汚れたりちぎれたりとかするんで、やっぱりもう無駄なも出てくるんで、雨に濡れたら、まあ、そんなんで、まあ、余分にその押し付けるのは、まあ、この何パーセントまで許されるだと、ところがそれを限度を超えてたんですよね、で朝日新聞なんかも大体ね、これなかなか分かりませんけど、ほぼ 30% と言われてます。だこれはね、例えば公正取引委員会が今まで、メスを入れるべきだ、ね、入れるべきじゃないかっていう話もあったんですが、今回この判決が出たんで、これね、もううちも朝日新聞もう商売なんだかやめるわって、新聞配達員が、全国の新聞配達員、あ、配達員、新聞販売所がね、これ訴訟に踏み切ったら、これ大きなこれ前例の判決になりますから。いや、この動きがね、でこれですね、昔からあって、なぜそこまで問題になってこなかったかっていうと、新聞販売店そのものはもうそのものすごい不当な押し紙を買わされてるけれども、なんとか経営ができてたからなんですよ、経営できてる以上はこれ、その本社と喧嘩したらね、もう仕事できなくなりますから、みんな泣く泣くやってきたんです、ところが今新聞販売店が非常に苦境に陥っていて、実は廃業せざるを得ないところも多いんです、昔からあったんですが今は特に多いんですよ、でその特に多い中で、その本社に対する訴訟に踏み切ったとかごくわずかなんですよ、それで出てきたと、だから これからは爆発的に出る可能性もあるし、日本人だからね、今までお世話になったから、訴訟はありませんというところもたくさんあると、でしょうね、で、まあ、マスコミは、まあ、少なくとも新聞社は、あるいは新聞社系列のテレビ局は、一切これキャンペーンしないですね、そうですね、一切しないですよ、まあ、触れるわけには、ね、100% 知ってますけどしないです、いかないでしょうね、はい、いやこれはすごい、まあ、でもこういう判決が出たんでね、今後こういう訴訟が次々に起こる可能性もありますけど、それ以前にですね、やっぱり各新聞社が多少恐れますよね、これ、これうちやられたら勝てんなということで、まあ、そうやって押し紙減る可能性もありますね、可能性はあります、さあ、じゃあ1番いきましょう、1番だから6番ですね、6番こちら、はい、参りましょう、これは本日の視聴者の皆さんの注目度の高さは、一番高い話題ですが、 WHO 総会、米中対立が先鋭化、台湾招待されずという、このニュース続けて深入りまいりましょう。時事通信によりますと、世界保健機関 WHO の年次総会が18日2日間の日程でオンライン会議方式で開幕しました。台湾のオブザーバー参加や新型コロナウイルスの初動対応が焦点ですが、台湾は開幕直前WHO から招待されなかったため参加できないと表明、参加を後押ししてきたアメリカと強く反対してきた中国の対立は不可避です。台湾の呉尚昇外交部長は、 WHO は中国の圧力に屈服したと指摘し、中国の意向が働いたと強く批判、台湾政府は WHO に抗議文を送る方針です。中国外務省によりますと、習近平国家主席は総会で発言する予定で、台湾の参加や新型コロナ対応に関し中国の立場を強調する見通しですとなっております。まあ、私この番組の冒頭で申し上げましたけど、あのおそらくコロナ収束はもう中国とアメリカがですね、もういろんなところで対立すると思います。すでに、もう対立が始まっている部分もいくつかありますが、まあ、関税の問題なんかでね、この WHO に対するこの取り扱いというかね、これに関するもうすでに対決が始まったかなと
思いますね。うん、あ、ごめんなさい、よろしいですか、もうちょっと。まあ、これ私番組で何度も申し上げてますけど、まあ、コロナ収束後はですね、これアメリカはもう相当怒ってます。だから何年もかかって、アメリカのまあ現在のトラウマとも言われてますベトナム戦争ね、何万人も死んだんですが、はい、その数をわずか半年で上回ってしまった。下手したらこの前言ったらベトナム戦争の死者の倍になるかもしれないという。でこれはですねアメリカ人はものすごい怒り持ってますってね。でだからこれ収束終わったらこれヨーロッパもそうですけど、ヨーロッパもすごい数死んでますからね。だからそうするとやっぱりこう対中国に対してですね、やっぱりこの一番の原因はこう中国は初期の時にこの感染症の隠蔽情報を隠蔽しましたからね、はい、この時に出してたら、はい、各国がもっと対応できたんだ。そうすると死者の数も何分の1かに減らすことが可能だったと思います。でそれができなかった、それをやらなかった、これ中国の責任をみんな追及します。でさらにまたこれややこしいのが、そのもしこのウイルスが中国が独自に作った人工ウイルスということになったらしたらですね、これはもう世界の怒りはもうすごいことになりますよ、はい。でつまりこの戦後じゃないな、まあ、その収束後はですね、アメリカおよびその自由主義社会と中国というね、こういう対立構造になると思います、はい、鮮明にね、はい。で中国はですねすでにそれを睨んでる。アメリカもヨーロッパもですね、今まだ、自国の中におるその感染症防止に、まあ、追われてますけども、中国はすでに、はい、その後を睨んでますね、うん。ですから佐藤正さんがこれ言ってましたけど、はい、4月の時点でね、うん、72億枚のマスクを発展途上国に配ってるんですよ。で、だから4月の終わりぐらいでもうすでに100億枚超えたと言われてる、はい、そんなことしてるんだ中国は、でイタリアなんかね、あんだけ被害被っとって、本来イタリア怒ってるかって言ったら、いやいや佐藤さん聞いたら、いやイタリアはむしろ中国に助けてもらって、中国に感謝してるんですよ、ちょっと、完全に援助国の立場ですもんね。そうだから ね、中国はすでに EU の諸国なんかの切り崩しをも図ってるんですよ、だフランスとかイギリスはめっちゃ怒ってますけどね、つまり、EU 諸国の中でも裏切り者を取り出す、これマッチポンプと言いますね、自分で火つけてて消して、ヒーローになるっていう、火をつけて火事を起こして消してヒーローになるっていう、それをマッチポンプと言いますね。消防士の姿をした放火魔という、はい、そうですことですよね。だからね、まあ、これは国際問題ですけど、私はまあこの番組で何度も申し上げてますけども、そういう例えば中国対アメリカおよび自由主義社会の戦い、まあ、本来これ戦争状態なんですけど、さすがに戦争はできません、戦争なんてめちゃくちゃな方法ですけども、まあこのまま中国を増大させて、あるいは強大な国に、まあ、さらにこの実権を与えることになったら、これはもう世界にとって非常に危険なもんだということで、おそらく中国に対するさまざまな経済制裁をすると思います。でその時にやっぱり中国はもう経済制裁すると困りますので、例えば石油はどこから入ってくるのか、まあ、多分中国はイランと手を結んで、まあ、イランの石油を買う、あるいはこうロシアと手を結んでロシアの石油を買うということはするんでしょうけども、やっぱりそれ以外のいろんなその貿易でこう経済封鎖されるとやっぱり困るんで、その時中国がどうするかというと、まずその敵国の同盟国の中で裏切りも離反させますね、離反させる、組みしやすい方ね、はい、まずこいつを手なずけて次々、それに一番に狙われるのが日本です。来ましたね、間違いないです、はい。ですから日本はね、昔これ前例もあるんですよ、天安門事件が起こった時に、世界が起こった時にこんな自由主義社会をこうもう認めないような、民主主義を認めないような国は許さないということで、世界がやっぱり経済制裁したんですよ、はい。それ真っ先に、制裁解除して、はい、中国と手を結んで中国一生懸命援助したのは日本ですから、社会党のミッテラン大統領だってこの中国共産党に未来はないって、はい、あの時言ったんでしたよね。そう、日本がいち早く経済制裁を解除して、なおかつその後どんどん日本企業が中国に進出して、だ今の化け物みたいな中国になったのはこれ日本が悪いんですよ、はい。で今回だからこのコロナ収束後に辛いですね、おそらく中国は日本を介入してきます、はい。で先ほど言いましたように、まあ、最初に言いましたね、そのすでに日本は、はい、日本政府は、ビジネス渡航に関してはその検討しているということね、あくまで慎重にですでしょうけどね、ですからね、この後は日本のその親中議員、あるいは親中内閣、あるいは親中メディア、親中コメンテーター、はい、もうこういうのをね、とにかく潰していかないと、もう日本はえらいことになります。いやいやですね。でね、この台湾招待されずですよね。はい、でこれ台湾は、まあ前にも言いましたけど、
12月末の段階で中国で武漢でとんでもないその人から人に感染するウイルスが流行ってるらしいぞと、それについて WHO に警告のメールを出したにもかかわらず WHO はこれを無視した、はい、でその台湾つまり何ていうんですかね、情報もきちんとしててその後の対応もきちんとしている台湾を WHO から外す、こんなことでいいんでしょうかねと、いいわけはないと。そうですよね、はい、一番の優等生をね、そうです、招かないというね、はい、しかもね、中国は本当にもう金を使って、あるいは権力を使って、あるいはハニートラップを使って、もういろんなことをしながらですね、国連あるいはもう世界の発展途上国を手なずけて、自国に有利なようなその派閥をこしらえようとしてますよね。でその WHO のテドロスさんもそうですよね、はいはいはい、もう完全に中国の子分ですよね、これ。ブズブですもんね、はい、完璧な子分です、はいはい、えらい感じ。だからもう今現在時点ではもう WHO そのものが、はい、これ中国の一機関なんですよ、ね、そう、ね、見なされてもね、致し方ないという。いいですか、どうぞどうぞ、はい、下から3番目、3番目、こちらですね、はい、参りましょう。今度はこのニュースです。中国が香港のアメリカ記者を脅迫、ポンペイオ長官牽制とありますが、続けて振り返りましょう。共同通信の記事によりますと、アメリカのポンペイオ国務長官は17日、中国政府が香港で活動するアメリカ人記者の活動を妨害すると脅迫しているという声明を発表しました。ポンペイオ国務長官はツイッター上でも、彼らの活動を妨害し香港の自由を侵害するいかなる行動も、中国が香港に高度の自治を保障する一国二制度の評価に影響を与えると牽制しました。また声明では、アメリカ人記者は宣伝機関の幹部ではなく自由な報道機関のメンバーであり、彼らの有益な報道は中国人や世界に情報を提供していると強調しました、うん、また国務長官は脅迫の具体的な内容は説明していませんが、アメリカと中国は互いの国で活動する報道機関への対応をめぐり対立を続けていて、さらに激化する可能性がありますとなっております。これ、ね、脅迫、まあ、さっき そのチェコのクベラさんに対する脅迫もそうですけど、はい、もうあらゆるところで脅迫を行ったんですね、はい、で脅迫してお金を別で出す、まあ、飴とムチですね、脅迫してお金出す、まあ、飴とムチ、これヤクザと全く一緒のやり方が、はい、でこれね、ちょっとこれに関連して、はいはい、ません11番の香港大学入試、こちらちょっといい参りましょう、はい、流れでね、こちらもじゃあ続けていきましょう。香港大学入試問題で物議、中国反発とありますが、続けて深入りです。時事通信によりますと、香港の大学一斉入試に出題された歴史に関する問題をめぐり、中国側が日本の中国侵略を美化していると非難し物議を醸しています。香港の教育当局は15日、出題者に問題の取り下げを求めたと発表しました。中国による香港の教育問題への介入は一国二制度の侵害につながりかねず、民主派は警戒を強めています。香港メディアによりますと、この問題は14日の試験で出題されました。1900年から1945年にかけ、日本は中国に弊害よりも恩恵をもたらしたとの一文に関して、参考資料をもとに自身の考えを記述させるものだということです。資料には20世紀初頭の清朝から日本への留学生派遣に関するものなどが含まれており、中国系香港紙は日本寄りの回答に導くと指摘、中国外務省の出先機関である中香港特派員公署は Facebook を通じ、出題者の政治的立場が問題作成に影響しており、歴史的事実を歪めているとの意見を紹介し批判しましたとなっております。これ中国 もう学問を何と考えているのかと、人の意見とか歴史認識に対してさまざまな見解があって、はい、それを批判的検討、十分検討して初めて、その議論が修練されていって、はい、真実の姿が見えてくるんですね、本当はね、ところが中国はこれどうしても表に出したくない、絶対に、はい、なんで表に出したくないか、これはまあ中国のこの試験問題はですね、日本の、まあ、日本はまあ弊害よりも恩恵のが多かったよという意見を紹介して、それに対して論評を求めるんで、どういう論評をしても自由なんですよ、はいはいはい、あらゆるものです。いろんな角度から柔軟な検討をできる能力があるかどうかを試す入試として非常に面白い問題なんです、ね、思考力と論述力ですね。そう、賛成してもいいし反対してもいいんですよ、ね、どちらでも構わないです、はいはい、でもそれは
なぜ中国はここまで過敏な反応を示すかというと、それはもう基本はこれ一つで、中国共産党っていうのは独裁支配をする政党の権限、正当性は一つもないんですよ、もともとは。もともとはない、その独裁をする正当性は一つもないんだけども、これを中国は長年にわたって自分たちは独裁政権だけれども、中国共産党がこれだけ素晴らしいから、あの独裁は正当なんだということをずっと言い続けてきた、その根本原因にあるのが、中国共産党があの悪い日本帝国軍を、日本という国を破ったのが中国共産党であるという、この大出発点があるんですね。これをわずかながらでも揺るがすような理屈なり、見方なり、説なり、そういうものは全て排除していかないと、この妄想がもう維持できないんですよ。共産党による独裁政権が正当であるはずはないんです、どこをどうひっくり返しても。しかしその嘘を嘘で塗り固めていくためには、どんな理屈も全て排除していかないと維持できないという、この中国共産党の悲鳴なんですね、はい、このことを理解しないと、これは絶対に、まあ、理解できないんですね、はい、入試問題もね。そうですね、いやでも実際のところね、本当にね、日本における日本の恩恵というのはものたたえのもあるんです、本当はね、はい、あの例えばあの中国 の, その初期 の, あの清朝を一掃して辛亥革命をやらせていた孫文とかね、はい、その後その中国はその中華民国できました、中華民国 の, その指導者のほとんどですね、みんな日本留学生なんですよ、そうです、ね、日本で留学していろんなものを学んで、はいはい、その知識を持って中国で、清朝を倒して辛亥革命を起こしたと、将来だって留学してますね、そうです、はい、みんなそうです。でなおかつですね、あの当時中国語はですね、その近代国家に生まれ変わるに対して中国語はものすごい厄介だったんですよ。つまり、いろんなその民主的な概念とかですね、政治概念を表す言葉が中国語になかったで、つまり中国語ではその国家も運営、その中国語という言葉では国家は運営できなかった。そこで日本語を大量に輸入したんですよね。だから 今の中国語はですね、日本語を省いたらもう文章にならないんですよ、うん、例えば中華人民共和国言ってますよね、こう人民も共和国もこれ日本語ですからね、共産主義もそうですよね、共産主義もそう、日本産の熟語ですもんね、はい、そうなんですよ、はい、もうだからそういう意味ではもう